店長、今日も質問があります。はい、何でしょうか。昔の車って結構高いじゃないですか。高く上がってますよ、めちゃめちゃ。昨今の旧車の高騰について、ズバリ本音をちょっと言ってもらいたいですね。価格高騰のね、はい、旧車専門店売る側の本音ね、はい、いいじゃないですか。今日にでも落ち着いてほしい。お、というのは相場がね、うん、なんでそれは売る側なのに高くならない方がいいんですか。それはですね、やっぱ相対的に損してる感じがするよ、高すぎる相場の時って。っていうのは、例えばもう旧車で1000万超えの車とか普通に出てきたじゃないですか、はい、1000万の車売ったらもうどれだけ旧車屋さん儲かってんのよと思われていそうなところなんですが、これ結論から言っちゃうと全然儲かってないんですよ、はい、で仮に我々がこの旧車ブームのはるか前、20年前からずっとね、200万円で買った車寝かせときました、今1000万円ですってことなら、もうもちろんもうそれはまんま利益なんだけど、はい、今旧車ブームだと仕入れもめちゃめちゃ高いからね。でそこに旧車なのでもちろん整備が入ります、はい、で部品代超高いです。高いですないからね、ない部品が。そうなんですよね、うん、で足元見られてさ、いやもう5万円ですよと、いやこんなこれで5万円すんの、あじゃあ別に嫌ならいいですよみたいな、ね、でもそれ使わないと復活しない、はい、その一点物しかないみたいなの結構あるの で、はい、で時間もかかるしね、もちろん、はい、で原価がおのずとすごい上がってくんですよ。じゃあ利幅ってどれぐらいかっていうと、生々しい話ですが利益の幅って別にそんなないのよ。だから1000万円の車売ってもどうだろう、まあ、いいとこ100万円儲かったらありがとうっていう、車種によるけどね、もちろん仕入れた価格にもよるんだけど、物によっちゃほんとそんぐらいの場合があるんですよ。でそっからね、アフターフォローだなんだっていろいろとあるわけなんですが、こっちはまあ利益が100万円、まあありがたいですよね、はい、1000万の車を売って利益が100万って、これまあ捉え方次第だけど別に多くはないのよ。そうですね、うん、それ考えると相場自体が下がってね、500万円で売れるようになったら、でこれは仕入れの相場も下がってくるわけですから、はい、でうちにとっての利益って多分100万ぐらい取れるんだよね、やりようによっては、うん、となると旧車屋さんとしては同じ利益、はい、でもお客さんが出す金額、500万の車買いましたっていう時と1000万の車買いましたって時さ、やっぱ求めるものも多くなってくるでしょ。そうですね、変わりますね、うん、それ考えるとね、相場が高いイコール我々にとっちゃ結構リスクなんだよね、うん、なので、まあ、正直ちょっと意外かもしれないけど、我々実際に旧車売る側の人間からしたら本当にね、落ち着いてほしいんですよ。お客さんの情熱は別に価格で左右されてるわけじゃないじゃないですか、はい、だから1000万の車だからこの車が欲しいってなってるわけじゃないんですよ。昔から憧れてた車がいい状態で残ってるから、お客さんわーいいね、懐かしい、これ欲しいってなるわけであって、はい、だったら手の届きやすいところでね。そうですよね、うん、たくさんのお客さんに手の届くところに行ってほしいし、仕入れは下がってほしいしね、はい、部品代も下がってほしいし、はい、だからね、早く落ち着かないかなと思ってます、うん、落ち着きますかね、うん、株に似てんだけどさ、分かんないのは誰も予想できないの、はい、どこでね下がって、どこで相場落ち着いていくかなんてね、誰にも読めないんですよ。そうですね、世の中で近々排ガス規制がどんどん厳しくなってるじゃないですか。うん、厳しくなってますね。でいずれ旧車は走れなくなるっていう噂をよく耳にしますよね。あ、はいはい、そうなるとまた変わってくるんですかね。まあ我々が生きてるうちにそれは実現しないと思うけどね。あ、でもう全部ね EV 車になるっていう流れもありますけど、昨今のね電気料金の上がり幅と、でインフラ整える難しさ考えるとね、完全な電気一本化は私は個人的には無理だと思ってるので、はい、だって電気急速充電できるっつってもさ、ガソリンバーっと入れるよりもはるかにやっぱ時間かかるわけだし、ガソリンスタンド渋滞なんてあるのに電気スタンドのみになったらそれはもうね無理なんですよ。無理ですね。で世界の情勢一つでこんな電気料金、日本なんてまだ優しいもんでさ、世界的にはもうほんと生活できないぐらい電気料金高くなっちゃってるところも出てきてるので、まああとはよく言われますけど、そもそも電気を作るコストね、電気作るために火力発電してるわけですから、はい、
ゃあ CO2 削減の観点ではやらなくていいのかと、うん、じゃあ火力はやめましょう、じゃあ原子力全世界でやるんですかと、原子力は避けたいという国もいっぱいあるわけなので、じゃあ結局ね電気だけに頼るってのは無理なんですよ、うん、である意味ガソリンが一番エコなんじゃないかなと思っちゃうけどね、うん、じゃあ新車販売はもう100歩譲って、じゃあ電気だけになったとしましょう、仮に何十年後か分かんないけど、はいはい、で走らせんの全部規制するのはそれも現実的じゃないので、旧車がね走れなくなる日っていうのは我々が生きてるうちは来ないと思ってます、うん、100% 走れなくなる日はということですね、うん、まあ税金は高くなる可能性はありえと、うん、そうだよね、だからそうなるとなおさら価値は上がっちゃうんじゃないのかな、うん、新しい車どんどんもっと電気自動車にリフトしていくと、はい、電気自動車って最初楽しいけどね、ブーンと加速強いから、うん、でも運転の楽しみみたいなところはどうしても劣るわけですよね、違いますね、うん、全然違いますよね、まあ、走りの楽しさやロマン、当時のね憧れっていうところを求めるとしたら、旧車のブームっていうのはある意味ね理にかなってるんですよね、うん、で古けりゃいいってもんじゃないし、30年前40年前の車だからいいんだっていうわけじゃなくて、やっぱいじれる車だからいいんですよね、うん、そうですね、キャブ車であったり、うん、電子制御前の車であったり、まあ、2050年になって、はい、30年前2020年に発売した車が今みたいな旧車ブームになるかというと、それはちょっとまた別の話ですよね、古いからいいだけではなくて、やっぱ当時のストーリーもあってね、その商業主義にまだ走ってない採算度外視のね面白い車をやっぱみんな作ってたわけなんですよね、こんなん大量生産できないだろうっていうね、こだわり詰め込みすぎた、ごめんなさいあんま売れませんでしたみたいな、ロマンの塊みたいな車いっぱい作ってたわけですよ、はい、だから今この世の中でね人気が再燃してるわけなんですよね、そうですね、だからそのストーリー性含めて考えるとすごい理にかなってると思う、うん、だから今後もある程度旧車のブームっていうのは続くと思いますね、はい、だから乗ってて楽しいもん、楽しいですね、これなんかもそうだけど今チェイサー乗ってますけどね、はい、やっぱ楽しいんですよね、だから個人的にはもう落ち着いてほしいんです、さすがに、でシールも安くなってほしいところなんだけど、ちょっと続くんじゃないかなと思います、うん、遊び心あっていいよねこの時代の車って、これとかもさ、もう何のパネルなんだ一体と思うけどね、意外と直感的で、あオーディオのことなんだな、あジャズね、これロック、あ意外と分かるんですよねこうやって、じゃあこれなんだってなった時ね、あ運転席、あ助手席あじゃあオーディオここに聞こえるようにできるんだって、運転席の方聞こえる、助手席の方聞こえる、まあそういうことなのかな、うん、こういうなんか遊び心というか、うん、当時の親切というか素敵だよね、であとねやっぱりアメリカに引っ張られすぎてる価格なのかなっていうのは非常にありますね、これ本当に適正価格かという車やっぱいくつもありますよね、はい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 、で、まあ、スカイラインを筆頭になんですけど、まあ貴重ですけどね、うん、GTR なんかも本当話にならないぐらい貴重なんだけど、アメリカで人気がありすぎて、まあ、スープラもそうか、はい、でアメリカで1000万で売れたから2000万で売れるからってことで、日本での相場も1000万超えがもう全然出てきてるんですよね、はい、GTR じゃなくて普通の 2000GT でもそうですよ、そうですね、シングルオーバーヘッドカムでも、うん、まあ、1000万超えのがバンバンついてると、はい、あります、それって本当に適正価格なのかいと私はちょっと個人的に疑問に思う部分もね、うん、あるわけですよ、アメリカはそもそも相場違うからね、我々とはもう物価も違うし、はい、もうラーメン1杯2000円の世界ですから、はい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 、そのアメリカの相場でついた1000万円というのと日本でつく1000万円ってまた意味合いが変わってくるので、はい、その相場って本当っていうのはちょっと疑問を投げかけたいところではある、うん、はいはいはい、面白い話やってさこの前、はい、すっごい嬉しかったんだよ、はい、すっごい嬉しかったんだけど、ある提案をされたんですよ、提案、うちにあるメルセデスベンツの 500E、はい、W124 ね、看板商品の一つ、うん、であれを欲しい、ちょっと気になってるっていうお客様からご連絡いただいて、はい、で今ねそれこそスカイライン箱スカ、はいはい、2000GT の、ね、GTR 仕様、はい、まあ、よくありますよね、 GTR はさすがにもうたまなくて乗れないんだけど GTR っぽくね、カスタムしてる車、はい、それ乗ってらっしゃると、はい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 、でやっぱり1000万ぐらいの相場なんですよ、うちの 500E も1000万よりちょっと下ぐらいだから、はいはいはい、交換しませんかって、ほう、一瞬さなんかちょっとワクワクとしたのよ、うん、はい、一瞬ね、はいはいはい、箱すかうちに手に入るの、うん、と思って一瞬あっ、はい、と思ったんだけど、はい、冷静に考えてみると 500E だよ、はい、
5000cc でさ、もうポルシェとの共同開発で、もう当時新車販売価格1580万もしたような車です。でそれと今はもちろん箱スカね、ものすごい価値高いから1000万円分かります、はい、ただね 2000cc のシングルオーバーヘッドカム、はい、だから走行性能で言ったらね、正直話にはならない、話にならないですね。物が違うわけですよね、はい、だからそこを本当に同じ価値として捉えていいのかと、これまたね語弊があるというか、スカイラインファンの方からはねちょっと叩かれるかもしれないけど、はい、やっぱそこ比べる車違いませんかと思ってしまった。で車をね大切にしないといけないと思うんだよね、はい、だからただ相場で見るとスカイラインの方がもしかしたらお店としては嬉しいのかもしれないけど、はい、そこの交換成立させちゃったら、はい、もうほんとただの投機っていうかさ、まあ、車を大切にしないで、まあ、ビジネスに走ったって取られてしまいかねない案件だなと思っちゃったわけ。スカイラインだって150万とかでしょ、新車価格当時は。そうですね、で当時もちろん物価違うので、1970年ぐらいだったらどうだ、今の5分の1近くなのかな。それ考えるとね、当時の150万なんかとてもじゃないけど手を出せないぐらいの高級車であったのは事実なんだけど、はい、実際にその車にかかってるパーツの質とか費用、それ考えると正直比べ物にならないので、うん、だって 500E なんてさ、いまだに高速道路乗っても160キロ出そうが180キロ出そうが触れないからね、ステアリング。めちゃめちゃ直進性あるよ。いまだにそれが安定してるのはすごいですね、うん、すごいすごい。で今の車と比べても剛性がもうすごい、あれはもうだ名車って呼ばれるだけのことはある車なんですよ、はい、当時からハイクオリティだったっていうことですね、まあ、当時最強スペックの車は 、はい、今でも走行性能で誇れる、それぐらいのスピード出しても全く問題ない剛性の高い車なんですが、考えるとねやっぱ相場、旧車の相場恐ろしいと思いましたね改めて、はい、提案は本当に嬉しかった、はい、で本当に一瞬ね心がねときめきましたもん。おスカイライン箱スカって思ってるから本当にそれはもう感謝なんだけど、はい、それを感謝させるだけの今の相場のまあ異常さ、異常さっていうんですかね、うん、そういう風に個人的には思うかな。うん、店長はやっぱり今の相場はもうおかしいと、異常だと、まあ、盛り上がってるよね、うん、だから落ち着いてほしい、うんうん、でこれでさ仮にタコスカ仕入れました、はい、ということは仕入れ価格が1000万なんですよ。で、まあ、1200万で売りましたと、はい、でそこにかかる費用はね、まあ、消費税から始まり人件費、もちろん直すとこ直すので、はい、直す部品代で工賃、人のね手と時間がかかるわけなのでね、はい、それ含めるとどうでしょう、残る利益なんてやっぱり100万ぐらい。そうですね、うん、頑張って100万です、ね、そうで100万円のためにね1200万の商売をするのって結構難しいよ。いつ売れるか分かんないから、それこそ場所代ね、はい、月にいくらかかるかっていうのもあるし、ね、保管する場所ももちろん室内にあるわけですよね、はい、室内保管する場合のそのスペースもうもろもろね、どん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 お金引かれていくのよ。そうですね、難しい、うん、そんなところが本音かな。大変勉強になりました。はい、ということで店長の本音としてはまず価格が収まってほしいと。収まってほしい、収まってほしい、これが一番の思いということですね。みんなに手の届きやすいところまでは行ってほしいな、うん、だってうちの利益変わんないんだもん。そうですね、収まろうがそうです、ね、高騰しようが、はい、まあ旧車絶版もう二度と手に入らない、新しいものはないとなると、うん、必然的に価格の高騰はもう抑えられない現実なので、うん、いち早く落ち着いてもらって安定した価格で、うん、手の届きやすいところでね、うん、安定してほしいなってのはありますね。そうですね、ということで本日は昨今の旧車の価格高騰について、うん、店長の本音をお届けさせていただきました、はい、ちょっとでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録いただいて次回以降の動画もご覧ください。よろしくお願いします。それでは春くんでした。バイバイ。まだ何も知らないコロナを